ザ・ファクト番組ディレクターの新村です。衆議院が解散して選挙戦に突入しましたが、今回の選挙戦の争点についてですね、幸福実現党政調会で自民党の参院側の政策スタッフも長年務めていらっしゃいました井出博久さんにお話を伺いながら話を進めていきたいと思います。井出さん、よろしくお願いいたします。井出さん、今回ですね、今回の選挙については、はい、どのように見られていらっしゃいますか。今回の選挙戦、ややもするともう各党の分配競争ということでばらまき合戦の状況になっているんですが、私としては今回はやっぱり日本の置かれた状況とか考えると外交安全保障を第一の争点とすべきかなと、これについていろいろ問うてほしいなという思いはありますね。あるということです。分かりました。今の安全保障のところを触れられたんですけども、日本を取り巻く安全保障のところでいくと、10月の頭に、中国が台湾にですね、過去最多 の中国の軍機を派遣してっていうところが、報道とかでも話題にはなりまして、ここの台湾の問題に関しては日本も尖閣含めて関わってくるところではあるんですけれども、今回岸田さん総理総裁になられて、この岸田さんの対中国感とか、あと台湾に対する考え方ですね、この辺については井出さんの方どのように考えていらっしゃいますか。そう、岸田さんに触れる前にまず自民党って台湾とのチャンネルというか窓口っていうのがあって、それが青年局という組織があるんです、で岸田さんはその自民党青年局の、青年局長も務めたことがあって、以前はその台湾を訪れて李登輝元総統との交流もあったようには聞いてますので、台湾への一定の思いはあるのは間違いないんだろうと思うんです。で、もちろん岸田さん個人の考えが、政権運営とか政権の外交安全保障運営に、影響を与えるってこともあるんですけど、一番分かりやすいのは党役員人事だとか閣僚人事を見ちゃうのが手っ取り早くて、それでいくと、党の役員人事ではもう、ナウテの親中派であるところの二階前幹事長を外して、自民党内ではこの数年、経済安全保障ですね、経済安保、これを指導していた甘利明さん、でこの甘利さんを幹事長に据えたということですね。一つある、幹事長人事、これもすごく象徴的だと思いますね。でもう一個、閣僚人事見ると、新設の経済安全担当大臣というのを置いたということがあるので、かなりでこの経済安保というのは当然経済面での国益を守ろうというものに根ざすものですので、中国というのを念頭に置いたものなので、かなり対中を意識した布陣には、なっているということは言えると思います。で、今まで自民党って経済面だとか特にインバウンドのことなんかもあって、中国経済を重視してたと、で特に、自民党内では二階幹事長の力が絶大で、かつ、二階派が、言葉悪いですけど幅利かせてたと、親中派が幅利かせてたわけですよ。でそれが今回総裁選、自民党総裁選を挟んで二階さんの力が落ちてくる、落ちてきた。で二階派の力も落ちてきた。で代わりに、こうした甘利さんなんかの幹事長人事だとかで、今までもちろん自民党って全員が別に親中派でも何でもなくって、党内で、対中姿勢を鮮明にすべきだっていう議員の声はあったんですよね。それがただ二階さんなんかの力もあってやや抑え込まれていた印象なんですけど、これで、この政権の人事とか党の役員人事見ると、もう何でしょう、自民党あるいは岸田政権としての対中政策の軸は定まりつつあるのかなという印象は受けます。岸田さんの今回の所信表明演説見ていても、核なき世界というところですね、強調されていました。ただ一方で岸田さんは敵基地攻撃能力というところも、触れられたりとかもしておりまして、ここの国防政策のところですね、ここについては井出さんどのように考えていらっしゃいますか。で岸田さんとしてはもう被爆地の広島出身の総理として核兵器のない世界を目指すということで、所信でも述べているところなんですけど、我々幸福実現党としては核兵器のない世界って理想としては分かるんだけれども、その前にこれだけ周辺国核を持っている、核大国に囲まれている、独裁国家に囲まれている以上、そして独裁国家に核兵器を使わせない世界をこそ目指すべきだと考えています。核兵器のない世界の前にまずは核を使わせない世界、そのための抑止力、十分な抑止力を強化すべきだと。でその点からすると、
まあ、今までの自民党の公約とか、うん、政策の出し方よりは踏み込んでいるのは確かなんだけれども、うん、ちょっとやっぱり物足りないかなという感じはありますね、うん、踏み込みが若干甘いのかなというところは感じるというところですね。その政権というところでいくと、まあ、公明党も、うんまあ、ここの国防については、うんそんなに強く言ってもいないというところもありますしというところですよ ね, ですよねで今実際にこう選挙戦戦っているところの一方の野党は野党共闘ということで、うん、立憲民主党さんと共産党さんなんかが、まあはい、閣外協力なんかを前提にまあ共闘関係になるわけですよね、はい、で共産党さんなんかは、うん、もう自衛隊解消で日米安保廃棄という立場ですので、まあ、正直安全保障についてはもう全く立憲共産には期待できない、うんまあ、当然期待できるわけはないんですけど、うん今回の総裁選で、うんまあ、派閥がまた復活してきたかのように、はいはいうんまあ、見えるところもあるんですけれども、うんうん、このまあ自民党の中での派閥別の外交政策の違い、うんまあ、色合いの違いとかっていうのは、うんうん、やっぱり派閥によってだいぶ違ったりとか違いはあるしあと派閥で見ると前ほど以前ほどじゃないとは言っても、まあ、色合いとしては、まあ、岸田さんがいるところの岸田派宏池会ですね宏池会というのが、まあはい、保守本流と言われていて伝統的には軽武装経済重視と言われるところです、うん、で、派と派保守リベラルということ で,、うん、でかつてだったら、まあ、宮沢喜一さんだとか、うん、のいたようなそのいわゆる護憲派の集団なんていうふうにも、まあ、思われていた、うん、それが、まあ、宏池会です伝統的には穏健派です、ね、っていうような感じですね、はい、で一方その、清和会清和会清和県、はいまあ、今だったら、まあ、安倍さんですよねで現細田派です派 で,、ねはい、でこれ0年代以降はこの細田派がかなりあ細田派というかごめんなさい清和会系が政権になることが多かった、うん、で 森喜朗さんだとか小泉純一郎さん、はい、であと、まあ福田さんもいましたしあと安倍さんがやっているということ で,、うん、でこの清和会というのが自主憲法制定というのを主張してきて、うん、いわゆる、党内 の, そのタカ派として、うんうんまあ力を発揮してきたということです、うん、ですがじゃ あ,、まあ岸田さっきも言いましたけど岸田さんが宏池会で保守本流で鳩派リベラルだからといって、うん、じゃあ外交安全保障についての主張もそうかといえば必ずしもそうじゃなくって、うんまあ、今の政権政策とか見る限り、うん、派ではないと思いますよね。今対中国問題いろいろとお話を伺っているんですけども、まあ、ここの対中国問題のところで、まあ、日本に直接関係があるとする関係があるのが、まあ、尖閣の問題あるかと思います。でここの尖閣はですね、まあ、中国 の, 船がですね、うん、来て、まあ、領海侵犯やってるというところがあると思うんですけども、うんまあ、この領海侵犯を取り締まっているのが、まあ、海上保安庁 で, す、ねうん、でこの海上保安庁の、まあ、管轄が国交省にはなると思います、うん、でこの国交省の大臣というのは、まあ、2004年以降、まあ、民主党政権を除いて2004年以降は公明党の大臣をずっと据えているという指定席のようになっているというのはあるかと思います、まあ、このただその公明党というのはどちらかというと中国寄り の, 政党なんじゃないかという見方も話もあるんですけれどもその公明党がの大臣をですね、まあ、ずっと据え続けているっていうのは、まあ、実は中国への配慮もあるんじゃないかという見方もできるかと思うんですけれどもここについては井出さんどのようにお考えになりますか。で実際のところどういう理由でもって国交大臣が公明党の2004年以降ですね2004年以降、うん、公明党の指定席指定ポストになっているかっていうのは、はい、私は承知してないんで何とも言えないところはあるんですがただ今新村さんのお話にもあったように一般的にもう国交大臣が公明党さんのポストだっていうのは中国に配慮したもの損得したものじゃないかっていう見られ方をされているわけですよね、うん、ですから本当はこういう疑念持たれるぐらいだったらちょっと変えるそのなんで公明党さんに譲ってるのかよくわからないところもあるので、うんうん、違う対応というのも取れたんじゃないかなというふうには思いますよね。あと実際、うんうん、自民党の中にも、まあ、今までその、まあ、二階さんとかの存在も大きかったわけですけど、うん、その中国政策軸が定まらなかった対中政策軸が定まらなかったのは、うん、やっぱり公明党が妨げになっていると足かせになっているというような見方も実際党内にはあったことがあったので、うん、自民党内の声としてあった、うん、ですけどもずっと一貫して公明党が国交大臣をポストを握り続けているということなのでこの辺においてはだから岸田政権も従前の対中政策とそんなに変わらないんじゃないかと思われても仕方ないところはあるといえばありますわね。そうですよね、まあ
なのでまあここで、まあ、大事なポストである国交大臣だからこそ、うんうん、まあ、この危機意識のまあ高さ低さにも、うん、まあ、そこが現れてくるというところでは、まあ、大事な論点なのかなというふうに思います。うん、だからちょっと追加しちゃえば、私が実際自民党にいた時に聞いてた話では、うん、なんで国交省ってその国土交通関係、公明党さんなのっていう話聞いた時に、うん、いや国交省って、まあ公共事業の多く管轄しているので、うん、で前自民党だったら公共事業をめぐっていろんな汚職もあったということで、うん、だからまあ国土交通大臣自民党がに、握るよりも、まあ、ややもするとそのクリーンさを求める、うん、支持団体がクリーンさを強く求める公明党の方がいいんじゃないかということで、うん、公明党になったんだというようなことをゼロ年代に聞いたことあるんですけど、うん、まあ、実践とか分かんないですただ疑念に持たれている以上、それ、相応の対応はすべきじゃないかなっていうのは言えると思います。まあ、いろいろと今中国の話、うん、対中国の問題について話は、うん、してきたんですけども、今回の選挙戦はまあ、マスコミの報道とか見る限り、うん、まあ、コロナ対策で、まあ、ばらまきの話がすごく争点になってるんじゃないかというような、うん、まあ、見え方もあるんですけども、まあ、ここのそこのところでも含めて、まあ、今のまあ自民党で中国からこの日本を守れるのかどうかですね、ここについてお話しいただければと思います。そうですね、だから今回の自民党の政権公約を見ると、従来よりは掛けぶり踏み込んでいることは確かだと思います。うん、で外交安全保障の基本的な指針となる国家安全保障戦略の改定であるとか、あと敵基地攻撃能力の保有ですね、うん、この辺を念頭に置いた抑止力強化についてもまあ記述してある。問題意識は明確になっている。持ってる。で対中国を前提に、これまでよりは日本を守ろうという意思は現れた掛けぶりだとは思います。うん、ただこの自民党が書いているような主張しているような内容っていうのはちょっと手前ミスになりますけど、私たち幸福実現党が2009年立党して以来一貫して言っているようなことに極めて似通っているとは言えると思います。うん、でまた自民党の話戻すと、うん、まあ、さっき言ったように二階さんはじめその自民党内の親中派の力もまあ落ちていると、うん、いうことなので、従来よりはその中国から日本を守れるのかといえば、踏み込んだ対応はしやすくはなっているとは思う。たけれども、ただ連立相手の公明党はどうなのかという問題があるんですよ。で、すでにその公明党の山口代表がその自民党がその政策書に掲げている防衛費 2% についてはもう国民の理解得られないんじゃないかって、国民の理解得られないと思うというような否定的な考え、示しているんですよね。釘刺しているということなので、やっぱりこの親中派、党内の親中派の力は相対的に落ちた。だけれども公明党っていう存在もあって、それと連立与党を組んでるのが、うん、連立組んでるのが自民党っていうことになるので、うん、まだ組んでる状態ですね。うん、そこはだからどうかなっていうのはありますよね。うんうんうん、なるほど、分かりました。まあ、じゃあ引き続き、まあ、ファクトとしてもですね、うん、今回 の選挙戦、うん、まあ、この国防面も含めてですね、うん、注目していきたいと思います。うん、まあ、本日はありがとうございました。